難攻不落のイゼルローン要塞。それは自由惑星同盟と銀河帝国を結ぶ唯一通行可能な航路、イゼルローン回廊に帝国軍が築いた巨大な人工天体である。この要塞がある限り同盟軍は帝国の領域に侵入できない。そこで同盟軍はこの要塞の攻略に全力を注いだ。過去四半世紀の間に6度にわたって大規模な攻略作戦を展開したが、そのことごとくは撃退され、数知れない犠牲を出してきた。イゼルローン要塞には2人の司令官がいる。1人は要塞司令官トーマホン・シュトックハウゼン大将、もう1人は要塞中流艦隊司令官ハンス・ディートリッヒ・フォン・ゼークト大将。2人はことあるごとに対立した。だが互いに軽蔑し罵り合いながらも、同盟軍の攻撃があると功を競って譲らず、その結果おびただしい戦果を上げてきたのである。イゼルローンの2つの強大な戦力、それはゼークト率いる攻撃の中流艦隊とシュトックハウゼン率いる防御の要塞守備隊である。そしてその最大の武器は雷神の土、トールハンマーと呼ばれる巨砲だった。はい、冒頭にですね、銀河英雄伝説を知らない方のために、イゼルローンの映像を差し込んでみましたが、いかがでしょうか。あれがイゼルローンです。で、最終的にはあれ作りますから。で、大陸の真ん中に、トールマンハンマーをね、トールハンマーをぶち込んでやりたいと思います。さあ、ということで改めまして、こんにちは、有限でございます。今回もよろしくお願いします。ということなんですけれどもね、いやー、前回もまたびっくりするくらいコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。いや、こんなに過保護でいいのかなっていう気がしますが、まあ、ますますね、もう現実世界に嫌気がさしてくるんですけれども、で、前回のコメントでまたね、たくさんのことが分かりまして、で、いくつか、分かったことの例を挙げますと、まずデートですね。デートは、まあ、大きく行く場所が3種類ぐらいある。お部屋と湖と公園があって、で、それぞれそのリスクとリターンがの多さが、大小が変わってくると。ああ、なるほどねと。で、公園はかなりハイリスク、ハイリターンだということですね。で、あと、守護星の好みっていうんですか、その質問に関わる好みが、ランダム、あるいは一部ランダムで設定されているということで、これは難しくなりますね。まあ、初見だからいいんですけど、その経験だけではやりきれないと、分かりきらないところがあるということですね。なるほど。で、サクリアの意味が、サクリアが守護星の力であるということみたいですね。いやー、ちょっとアンジェリークのその特に恋愛パートですか、いや、思ったよりはるかに複雑な感じがしてきましたね。ちょっと本当に侮ってました。いや、でもこれ初見じゃわかるわけないですよね。デートにしろなんにしろ。いや、ですからね、もしもこの動画コメントゼロでここまでもしやってたとしたら、もう何もわからないまま、なんか企画倒れみたいなことになって出たでしょうね。きっと悲惨な動画になってたことでしょうね。いや、ですからね、本当にもうたくさんね、アドバイス、まあ、応援も本当にありがたいんですけれども、アドバイスのコメントもいただいて、いや、これのおかげで、いや、たくさん理解もできましたし、ゲーム進められます。本当にありがとうございます。いや、嬉しいな。ということで、まあ、今日もまた動画を上げるわけですけども、どうなんでしょうかね。ちょっと間隔が短すぎるかなっていう気もするんですが、まあ、とにかくね、やっていきましょうね。さて、それで、これから、まあ、とりあえず序盤の予定なんですけれども、やはりお話を、皆さんのお話を聞くと、序盤は、その、できるだけみんなの、他のね、多くの時は全員の守護星たちに、育成を依頼しつつ、まあ、全員、それぞれ、親密度を上げていった方がいいよということなので、まあ、そういう感じでやっていきます。で、今回以降は、まあ、まだ
ほとんど会話してない人を中心に、育成を依頼しつつ、あとこれは相性も今のうちに上げた方がいいんでしょうね、低い人は。で、相性を上げるのがラブラブフラッシュだって。ラブラブフラッシュがあれだよね、あの占いの館のあの彼氏持ちの人のところに行って、あのおまじないをしてもらえばいいのかな、ということですね。はい。で、これは前回の続きだから、ライフがあと1個だから、ここに行けば1個分使えるんだよね。うん、はいはいはい。今の様子を、あ、そうなの、え、どういうこと、あれ、ここ1個じゃないの、はい、うん、予測して、あ、これか、お願いします。うん、ハートはね、無駄にしたくないからね。だから、こういうことなのかな、ハートを一つで済むのは、これと占いだけなのかな。だとすれば、占いしたら、ここに行った方がいいってことだ。いやー、低いなー。二日前の力の、あ、そういうことか。二日前の現在の状況を言ってるのね。うんうん。ちょっと、全部が低すぎてよくわからないけど、まあ、とりあえずこんなところですっていうところだね。はい、ありがとう。ありがとう。あなた、彼女持ちだっけ？クソ。はいはいはい。わかった。ありがとう。何？違う違う違う。違う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 。違う違う違う。バイバイ。とりあえずいいのかな。で、なんだろう。一回、お、公園だ。で、一回なんかやるごとに、公園とか寄った方がいいんですかね。その都度新たなイベントとかが起こるのかな。誰この人。この噴水はちょうど公園の中心に位置しています。はい。それで、あ、なんか噴水でなんかあるっていうコメントをいただいたんです。何があるんだろう。噴水で何が起きるの。ほら、なんもないけど、わかんない。デートの時に何が起こるのかな。ん、守護星の方々は性格も雰囲気も全然違いますが、喧嘩なんかしないんでしょうかと。余計な詮索はしない。でも女王陛下のために一致団結するところを見ると仲は悪くないんでしょうね。うん、まあこの辺のね、世界観が分かんないからね。この女王と守護星たちの使命、目的とは何なんだろう。はいはい、あ、これは聞いた。で、ロザリアに話を聞いてみようね。どうも、あら、ゆげ子、今日はよく会うわね。あ、前回会ったっけ、忘れちゃった。あんたって何にも、はいはいはい。これ前も聞いたね。前も聞いたのはいいよ。ありがとう。こんなところでいいかな。いやー、これひょっとしてこのゲームってクリアするのにすごい時間がかかるですかね。これパート20や30じゃ済まないのかな。ひょっとして。いや、でも長丁場、うん、長丁場でもいいかな。いいですよね。だから私まだね、他の動画もやってるんですけども、そのまだ続けている動画を終わらせたことがまだない。全部現在進行形で続けてるんですけどね、えきっと最終回とか迎えたら寂しいんだろうなと思うので、まあ、終わりはなるべく長い方がいいかな。まあそれはいいや。お、ジュリア様、では上皇后たちの望みのままに我々の力を送る。ロザリアの願い通り、うん、お、我、この人は一人称我なんだ。あ、我が司る光のもたらす誇りを送ろう。お、ロザリア依頼したな、ジュリアスに。くそ、先越された。お、すごいすごい。何何、光ってる。お、あ、来た来た。しょうがねえから、ユゲ子の言う通り、イゼルローンの奴らに、鋼の清さを送るぜって。ね、手を合わせて、パンって。手を合わせて連戦してください。おーおーおー、なるほどね。はいはい、こうやって日々育てていくということですね。おはようございます。今日は9日目。火の曜日ね。よし。行くぞ。方針が決まったからにはね、もうどんどん行くよ。
ん？うん、今度は育成をするわ。でもイゼルローに比べて私のフェリシアはよく発展してるわ。本当だ本当だ桁が違う、うん、見てなさい、指長いな、ロザリア。恐ろしく指が長い気がするよし、こっちは曲げてらんないよ。で、まだ会ってない人がいいよね。で、相性の低い人とも最初は、最初のうちに仲良くした方がいいということなんですけども、相性が低すぎる人はまずおまじないやってからの方がいいのかな。うん。じゃあ、とりあえずね、ほとんど今接点がない人は、オーベルシュタインかな。オーベルシュタインの名前なんだっけ？クラビス。クラビス様のとこちら、今日は依頼します。闇の守護聖クラビス様のとこに行こうかな。そうしようっと。銀河帝国参謀長。オーベルシュタイン。お、うわ、険しい。怖い怖い怖い。気軽に私の力を利用したいなのと思ってもらっては困るのだったかな、ユネコ。協力してくれんじゃないの？まだちょっとね、親密度が足りないってことかな。まあ、そうは言われたけど、力を貸していただきましょう。力を貸してください、クラビス様。ほう、私の力が必要か、何に使いたいのだ。育成でお願いします。で、妨害しまくった方がいいっていうコメントもいただきましたね。これは、まあ、ちょっと慣れてからにしましょう。慣れないうちはちょっと無難というか、堅実な方向でやっていこうかな。どのくらい力を、少しで構いませんので、お力いただけたらなと思うんですけれども。少し育成するのがよかろう。闇の力を送ってやろうと。ね、なんだかんだ言ってやってくれるのはみんな、いい人だね。お願いします、クラビス様。はい、依頼した。ん？そろそろ私のフェリシアに行ってやらなくちゃ全く慕われるのも楽じゃないよね。ん？はいはい。でもさ、これ見に行くのにってさ、体力4つ使うんでしょ？ロザリアズルしてない？これ一回育成してから行ってんでしょ？体力足りなくない？違うの？よくわかんないよ。で、ちょっと今回初めてなので、初めてのおまじないをちょっとやってみようかな。はい。お、彼氏も資産、チース。うん。何をしてほしいの？おまじないをしてほしい。これで多分相性が上がるんだよね。で、相性の数値っていうのは変動を基本的にしないんですかね。で、おまじない以外では変わらないのかな。で、時間が経ったら減ったり増えたりするわけじゃないのかな。で、優しい夜の光で人と人の心をつなぐおまじないをするの。相性は良くなるわよ。うん、なるほど。これにはあなたの力が2つ必要なんだけど、お願いしてます。噛む。お願いします。誰と誰。何でもできるんだ。男同士の相性も上げることができるんだ。なるほどね。で、今一応ね、一番相性低いのは彼なんだけど、めちゃくちゃ低いんだよね。でも、ちょっと、彼は一回育成をお願いしたから、その、彼にも話をするのは後回しになるので、その、まだ話をしてない人で、相性の低い人と、におまじないをするということで、確かね、オスカーどっちだっけ？こっちだよね。で、オスカーに依頼はまだしてないよね。で、オスカーのね、相性が25ぐらいだったんで、じゃあ、今回はオスカーにおまじないを、ラブラブフラッシュをね、食らわしてやろうかと思いますね。はい。オスカーの心をつなぐの、そうよ。オスカーとね、私、ユゲコ。うん、オスカーの心と、ユゲコの心ね。これ、順番はいいのかな？順番はどうでもいいのかな？いいよね。関係ないよね。さあ、どうなるんでしょう。夜の光が二人の心を優しく包むようにおまじないをするわね。なんかちょっと、エキゾチック。ちょっと、いやらしいな、これ。オスカーの心、ユゲコに、ラブラブフラッシュって俗語じゃないんだ。本当に言うんだ。そうでしたか。オスカーの心、ユゲ一個に届け、ラブラブフラッシュ、それーって感じ。おーおーおおで、勝手にオスカーは、ラブラブフラッシュを食らっちゃうわけだ。ね、先方にとっては迷惑な話かもしれないな、これ。急に。
はい、明日にはきっと効き目が出てくるわ。じゃあ明日を楽しみにしてちょうだいね。はい、楽しみだな。帰ろ。でもう体力はないね。で、はいはい、体力がない状態で公園とかに行ったらなんかイベント起きるのかな。ぐるっと回ってみますか。ぐるりと。誰もいない？誰かいる？誰か？モブだね。あー、もう何回もいる。いないね。なんだろうね、この公園に行くと何かが起きるんだだと思うんですけど、これもあれかな、ハートが残ってないと起きないのかな。ハートゼロの時に行ってもしょうがなかったりするのかな。わからない、わからない。なんもないね。あれ、なんか噴水でなんかあんだっけ。なんかあった。あ、綺麗な滝、ちっちゃい滝だね。すごく大自然の神秘的な力を感じるわ。それだけ？それだけなんだ。なんかあんのかな。なんかデートすると何かが起きるのかもしれませんね。帰ろ。じゃあ寝ようかな。あー、今日ね、涼しいですね、とても。肌寒くなってきたね。ただいま。寝ます。うん。こんなペースでやっていけばいいのかな。どうも。お、ジュリアスを。ジュリアスに集中してるね、ロザリア。うん、誇りを送ろう。あ、そう、彼、あれですよね、なんだっけ。すごい、高嶺の花みたいな感じって言ったら、ね、彼が出れるのがいいというコメントもいただきましたね。確かにそうかもしれない。お、ユゲコの願いにより、私の闇がもたらす安らぎを彼女に送ろうと。うん、確かにあのラインハルトを出れさせたいな。お、初めて見るかな？クラリッサ。ん？これだけ？割と地味。割と地味でしたね。おはようございます。ん？何しようかな？まあ、相変わらず育成をやるわけですけども。ロザリアは育成、今度は育成をするわ。ほうほう、ちょっと発展早すぎるんだけど、ロザリア追いつかない、追いつかない。ちょっとしか増えない人数。じゃあちょっと試しに体力のある状態で公園に行ったらどうなるかを見てみましょうね。公園の音楽も安らぐね、気持ちが。これ女の人かな。女王陛下はとっても、あ、これも聞いたね。はいはい、どうも。誰もいないかな。いないね。だからここに誰かいるとかいないとかもランダムなのかな。あるいは親密度が高いといるとか、そういうことになるんですかね。湖、誰もいない、いないか。じゃあそしたら、ん？あ、びっくりした。疲れちゃったわ。そろそろ帰ろうって言ってたから体力使ったらと思って。ちょっと紛らわしいこと言わないで、ユゲコ。癒されたんでしょ。疲れを感じないで、湖に行ったところで。じゃあ、オスカー・フォン・ロイエンタールのとこ行こう。炎の守護星ね。そうしよっと。どうも。おう、かっこいい音楽。あと2、3年してからこの試験をやるんだったらお互い良かっただろうにな、お嬢ちゃん。どういうこと？どういうこと？あ、ちょっと幼いってこと？あ、もうちょっと大人のレディーになってから俺んとこ来なっていう、そういうあれか。キザな男だな。そんなこと言って本当はロリコンなんじゃないの？あ、力を貸してください。どうするんだいって言ったら。どのくらいの力を送ればいいのかな？少しで構いません。少し育成するか、俺に任しときな。お嬢ちゃんの期待は裏切らないぜ。お願いします、お疲れ様。宿よろで。なるほど、こういうパターンで。これその都度やっぱ公園とか行かなきゃいけないのかな。
まあ、だとしたらちょいとばかしめんどくさいな。誰もいないね。あ、同じか。1日で固定なのかな。半日とかで変動したりしないのかな。じゃあ今度も育成お願いしようかな。とりあえずまんべんなく。ですね、相性が普通の人がいいね。普通は50ぐらいありゃいいか。クラビス様相性良かったりしようでもいったから、オリビエのとこ行こう。オリビエポプラのとこ行こう。夢の守護星チース。お、流し目。目的に向かって突っ走るのってバカみたいだよね。人生もっと楽しいことがあるはずだよ。その通りだと思いますねえ、本当に現実世界横道にそれたいね。いや、それてるんですけどね、今実は。で、私に何のような用事かな。力を貸してください。で、どうすんの。育成を少しでお願いします。はい、ちゃんと覚えておくから楽しみにしておいてよ。ありがとうございます。お願いします、オリビエ様。よし、じゃあとりあえずこんなとこでいいかなこれでいいのかな。これをサク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 やっていけばいいんですかね。はい、ただいま。やっぱデートとかが頻繁に出るようになるのがきっと親密度が上がってからなんでしょうかね。最初はやっぱ失礼、すいません、こういう事務的なことを繰り返すことになるんですかね。はい、リクエストにお答えして夢のもたらす美しさをイゼルローに送ってみようと。建物建たないね、なかなかこっちは。お、かぶった。これがサクリア戦争ってやつ勝ち合うとなんか起きんのかな。ユゲコの言う通り、俺の炎の力で強さをイゼルローに与えてやるぜと。首が長いね。おお、熱い。ちょっとダサいな。ちょっとダサくないですか。かっこつけてる割に。11日目、木の曜日ね。お、あ、そういうこと。また来たよ、マルセル。気があんの。じゃあちょっといろいろやってもらおう。やってもらおうじゃない、やってみたいから入ってもらおうか。どうぞお入りください。また来たね。この間怒らしちゃってごめんなさい。こんにちは、マルセル様。あ、こんにちは。今日は何をする、ん日本語おかしいぞ。今日は何をするつもりってあ、そういうことか。あ、あなたの予定を聞くのね、はい、僕はユゲコと一緒にいたいんだけど。はあ、だからさ、一緒にいたいって言われたらそりゃ嬉しいっていうことだよね、本当に。マルセル様のお誘いを受けようかな。うん、ここは受けとこう。喜んで。はい、喜んで。受けたまります。うん、僕らってすごく嬉しいよ。だって、ユゲコと一日中一緒なんだもん、なんて言われたらね。本当に。じゃあ今日は何して遊ぼうか。前回は公園に行きました。なので、湖行こうかな。湖って行けたっけ。まあ、とりあえず外へ行こう。外へ行きたい。どこか行きませんか。ユエカはどこに行きたいの。森の泉へ。森の泉に行きましょう。そう、じゃあ早く行こうよ。自然がいっぱいで本当に綺麗な場所なんだよ。よっしゃ、行ってやろうじゃないか。かかってこい。さあ、何があんのかな。泉行くと、ユエカと一緒だとここの風景がいつもより一段と綺麗に見えるよ。すごいね。子供のくせにこじゃれたこと、噛んだ。こじゃれたことを言うね。でもこれは、だから少年の純粋な心だから、本当にそう思ってるのかもしれないけどね。で、ユギコって周りまで綺麗に見えちゃうんだねって。口が上手ね。ん？なに？お？キャッ、冷たいって満面の笑顔で。ん？ははははは。でもこういうところの水の冷たさって気持ちいいんだよね。確かに。確かにそう思う。で？それで？何これ？もう帰っちゃうの？ん？いいえ。いろんな、ん？
もっと遊んでいこうね。だってこことっても綺麗なんだもん。え、なに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 、え、どういうこと、なんか起きるの、他に。何、え、これだけでいいの。キャッ、冷たいって、もう一回やってみよう、試しに。天丼で。あ、同じことか。あ、これでいいのかな、もう帰っちゃうの一人で。これでいいのかな、じゃあ。はーい。帰るんだね。じゃあ僕が部屋まで送ってあげるよ。これだけでいいってことか。あ、じゃあ。失敗はないけど、それなりに上がりますよということかな。湯気こ、今日はこととっても楽しかったね。うん。じゃあまた行こう。また行こうね。じゃあね。バイバイ。バイバイ。なんか、誰だっけこの人。マルセル様。あ、なんかすごい。目が輝いちゃった。あ、で、これで一日費やしちゃうんだね、やっぱり。マルセル様って何？唯一振ることができるキャラクターってコメントいただきましたけど。振るっていう選択肢があるんだ。で、しかもそれマルセル様だけなんだ。かわいそう。お。ロザリアは着々とやってるね。ね、これ見てるとなんかすごい焦りを覚えるけど。育成はゆっくりでいいんですよね。もう何回も確認しますけど。で、なんか定期試験みたいなのがあるらしいですね。そこで引っかかるとまずいのかな。今日は12日目、金曜日です。週末です。週末はお酒を飲みたいですけど。飲めないかな？湯気子は飲んじゃダメだ。はい。じゃあちょっとおまじないしてもらおうか。ちょっといい加減ね、誰だっけ？ゼフェルか。ゼフェルの愛称を上げてもらおう。どうも。おまじないで。スピヨロでお願いします。はい。お願いします。ゼフェル。ええ。ゼフェルとね、私、ゆげこ。そう。いくよ。せーの、ラブラブフラッシュ。ドーン。なんか面白いな。ラブラブフラッシュをかけられてたら、もう、あ、なんでもない。なんでもない。明日にはきっと効き目が出てくるわ。じゃあ明日を楽しみにしてちょうだいね。はーい。あ、あよ、そうか、あれ、そうかそうかそうか。昨日オスカーにかけたその日にオスカーのとこ行っちゃったっけ。あ、失敗したな。失敗したな。だ、そうか、今日中にこの日のうちに行ってもしょうがないんだ。そうかそうか、失敗したラブラブフラッシュなんてね面白いな、ラブラブフラッシュ超面白いそしたら、じゃあ、あとはヤンウェンリンとこ行こうか。誰だっけ、ルバ様だっけ、ルバ様、ルバ様とも行こう。死の守護聖ルバ様のところに行こう。おお、本だらけ。さすが頭がいいんだよね。本当にヤンウェンリンみたいだな。本大好きだもんね、ヤンは。地の力は人々に知恵をもたらすものです。あ、こんなことは知っていますよね。なんか嫌な顔してる。私に何か用事があるんですか？力をお貸し願えますか？私の力が必要なんですね。で、何に使うんですか？育成で。どのくらい？少しで。少し育成するんですね。わかりました。忘れずに地の力を送りますよ。よろしくお願いします。ルバ様。うん。今度は育成をするわ。でもユズルロンに比べて私のフェリシアは勝手してるわ。本当だよ、もう。何このさ。すいません、だって取り柄がないっていう設定なんだもん。いやー、こんなところですか。じゃあ明日ん、誰だこれ。守護聖様とまだ直接お話ししたことがないんですが、皆さんどんな方なんでしょう。あなたは何者なの。いろいろと噂は耳にするのですが、私は皆さん優しい方だと信じています。はいはい、どうぞ。ん？誰だこれ。農家の人。この像は女王陛下の像。あ、聞いた聞いた。
はいはい。なんもないじゃん。デートの時なんかなんだろうな。さあ帰ろ。さて、ああ、じゃあ時間来ちゃったな。この辺にしますか。いや、じゃあとりあえず、うん、こんな感じでまんべんなくやっていけばいいですかね。はい。じゃあセーブしようかな。そうしようっと。ああ、そうか。そういえば、どうでもいいけど、アンジェリークって結局、ゲームプレイしてる人の男女比ってどんぐらいなんですかね。私、だから、リアルタイムでアンジェリークが出た頃、アンジェリークの存在そのものをよく知らなかったから、手出さなかったんですけど、どうなんですかね。例えば、ときめもだっても、ね、男だけじゃなくて女性も結構な数をやってるという話を聞いたことがあるんですけども、アンジェリークもそうなのかな。いやでもそれともやっぱり女の人が8割9割っていう感じなのかな。うーん、わからない。まあともかくそういうところだね。さあ今回は特に面白いとこなかったからすいませんね。でこんな感じでやっていけばいいのかな。はい、そういうことで、じゃあ今日のところはこれで、終わりにします。いや本当にもう何度でもくどくて申し訳ありませんが、コメントありがとうございます。このコメントをもとにあのゲームをこれからも進めていきたいと思いますので、でもしかしたら長くやっていくかもしれませんが、まあ、お付き合い願える方はよろしくお願いしますということで、本日もご視聴ありがとうございました。ではこれで失礼します。